雪村です。まあそうですね、すごい楽しかったですね。まあなんか、うん、そのゾンビと人間の中間みたいな感じで、すごい自分でその感情だったりとか、まあそこの出し方がすごいいろいろ考えながらやってみました。まあ、あと夜のシーンとかもね、なんかゾンビに追われたりとかいろいろ面白い。あ、まあ、ゾンビがやりたいってわけじゃなかったんですけど、まあ、なんだろう、まあ、ホラーも好きだし、まあ、映画好きなのでどんな役でも挑戦したいなって思ってやってみました。タレントの活動も、まあ、引き続きやるんですけど、芝居の方もどんどん力を入れて、やっていきたいなって思っています。みことかけるです。そうですね、まあ、楽しかったなっていう早いなっていうのは思います。ただメガネつけられて僕誰かわかりません。本当にメガネキャラがもうカレーが食いたい。みんながカレーナウ。カレーナウ、これサラダナウだからな。舞台だったり今は朗読のライブが多いですね。横浜でやってますね。1時間半ぐらいで5、6本とか、あとは僕ら演者の話だったり MC の方と、まあ、いろんな話したりとかやってますね。楽しんで、うん、ぜひ、うん、ここでも宣伝を。ありがとうございます。お疲れ様です。よっしゃ食えるぞ。この匂いの中つらかった。いただきます。まあ、今回ちょこっとゾンビもちょっとやれたんで、なんていうんですかね、ちょっと憧れでもあったんですよ。ゾンビ映画で自分がゾンビになって襲われるか襲うかみたいなのをやることがちょっと僕は憧れだったんで、で両方今回僕できたんで、それは僕にとってはもうなんていうんですかね、夢が一つ叶ったなという感じがちょっとしております。で半分、まあちょっと今半分飛び降でなってる、半分待つみたいな感じになってますけども、残りの撮影も、今日でクランクアップということなので、残りの時間もですね惜しみなく頑張りたいなと思います。美の追求がですね、なんか美の意識がちょっとつきましたね。なんか最初の1年目はブサイクブサイク言われて、で2年目ちょっとマシになったねって言われて、やっぱりこう3年目ってなると、やっぱ人間ってこう前よりも今回みたいな気持ちが高まるんで、なんか今回ちょっとの髪の乱れもちょっと許せなくなってる自分がいたので、美意識というのがですね、胸もいつもより持ってみてますので、多分これ何カップぐらいですかね、これ何カップですかね、これね、割と持ってるんですけど、どうかな、 C とかで、 C、 あ、これで C か、多分これで C、 これで C ですね。これで C ということは D とか F とかってすごいことだなということを実感しております。割と僕持ってるはずなんですけど、そうですね、いやなんか女性の気持ちをちょっと分かった3年間で、はい、今後はなんかね、またちょっと女装役とかやるときによりちょっとレベル上げられたらなと思っております。はい、松でした。はい、ありがとうございます。あ、お疲れ様でした。2年連続呼んでいただいて本当に嬉しい限り、うん、まあでもこれ出るたびに、まあ、2回なんですけど、なんかいろいろとハードルの高い無茶ぶりをされるような気がしてですね、去年は、あれですか、ラブシーンですよね。で今年は男同士のキスと、まあ、どっち行っちゃうんだろうかなっていうのをですね、感じながら、まあでもマンボウという役をいただいて、それもしっかり、まあ、ちょっと難しい、立ち位置の役どころでしたけども、まあ、やってよかったなと思います。はい、いろんな作品に出ていきたいんで、まあ、ここで培った経験とかいうのをですね生かして。前向きにやっていきたいと思います。どうだろう。いや、なんだかんだ勉強と学校と両立するのがちょっとやっぱり予定としてはきつかったかなと思ったけど、久しぶりにこう、なんだろう、何年ぶりだろう、ちゃんと演技するのは多分4年ぶりぐらいになるので、こういうのもできてよかったなと思います。なんだろう、ヒラメ、あっちのアイドルの方はやっぱステージに立つっていうから、なんかステージ用のヒラメちゃんで、
あって、こっちはなんかすごいプライベートな部分のひらめちゃん感がすごい私あったので、そこがなんだろう、表現できてたらなと見て思います。だからちょっとスタンスが違うかなと思いますね。なんかまあひらめちゃんはひらめちゃんだけど、完全そのなんかアイドルとしているんじゃなくて、もう普通のただの女の子かな、ゾンビは私的には。とりあえず前回できなかった勉強をちゃんとやらなきゃいけないので、ちょっとまたこれから活動を控えていく方向性ではあるんですが、そう、今年中に国家試験を取りたいんですよ。来年からガラッと試験内容変わるんで、それまでに取らないとね、絶対落ちるんで、再来年とか受けると。なのでとりあえずは国家試験に向けてです。活動は控えさせていただきます。ゾンビメイクがしたくて、そうボンドらしいです、剥がれ終わったから。でそういうゾンビメイクをしたくて今回参加させてもらって楽しかったです。ゾンビになれ、難しかったです、なったことなかったんで。こういうのされるとめっちゃ痛く感じて、なんか手が痛く感じて、メイクの力ってすごいなって実感しましたね。またゾンビ役があれば、もう私はきっと白目向いてやれると思います。はい、ありがとうございました。